なんだっけ。てかさ、はい、向こうのリハでさ、曲とか流し始めたら聞こえちゃったりしないの、ここ。ねえ。ねえ。わかんない。ねえじゃない。だから、ね、まあ、一応行くとき、なんか閉めてみて、あそこ。ああ、オッケー。あの、あっちのあそこ。うんうんうん、閉めてみて。それは閉めてみるね。そう。あの違う回でさ、配信できてた頃、うんうん、他の会議室でさ、うんうんうん、やってた時に、隣の部屋から、音がなんかずっと聞こえると、だそれが私新曲なんじゃないかって。ネモハモの前とか、うんうん、もうちょっと前かな。まだ知らなかった。そう、まだ知らない、何にも知らない時に、うん、何の音だこれってなって、うん、私本当に焦って、一生懸命一人で、いや本当にね、なんかね、なんか音が聞こえてるわけなんですけれども、だから私がごまかしてね、なんかたくさん喋っていきたいと思いますとか言って、キリはしないや、配信を。キリはしない、固くなに。あとはなんか人の声めっちゃ聞こえたりとかすると、うん、焦るよね。ショールームって楽しいなとか言って、ショールームね、たくさん来れてくれてとか言って大きい声出して向こうにアピール。そうそう、ショールームしてますよっていうのをちょっとアピールしてる時がある。叫びながら出て行ってみたらいいんですかね。やってほしい。え、今終わりました。だってえ、行っちゃうの。じゃあさ、曲でやってるはずだよね、きっと。終わったってことは。そうやん。なのに聞こえてこないんだ。ガチやん。じゃあ大丈夫じゃん。いやでもみやんちゃんが叫んでいって寂しすぎる。あーっ、ありがとうございました。みやんちゃんでした。みやんちゃんでした。みやんちゃんでした。ほっそ、ごめんね、遊びに来て。え、ありがとうだよ。じゃあね。じゃあね。なあ。めっちゃおもろかった今。みやちゃん叫んで出て行ってくれました。外でなんか 誰かスタッフさんに会ってるな、あの人。今、あ、茂木さんのショールームでちょっとっていう声が聞こえました。優しい。優しくて面白いですね、みやちゃんは。